タカさんってどこにいんだ。あ、はい。あ、そっか、九州勢だと名前違うんですね、もともとタカさん。レミマルさんなんですね。さあ行きましょう。ワンピーは向こうっす。さあ行きましょう。 A 問題、サミットチップ対12段、タカスレイヤー12。今小川先生13段らしいですけど、今日押田さんを倒して12段に上がることに成功しました。スレイヤー、ちょっと私チップ舐めてましたがすごいキャラだなと思いました。頑張ってください。Heaven or hell. さあ、スレイヤー対チップ。ただやっぱこの組み合わせは一発がでかいので、チップ側も気をつけていかないといけない。さあ、消えてしまいますが、この組み合わせお互いステップで消えていくところに迷彩で消えるので、どこに誰が何がいるかわからない。みんなでヤムチャになれる。あーっと、これがスレイヤーだ。スレイヤーでチップはこれがある。かっこいいよ。それさあ、一本選手はアータカスレイヤー。大会日本選手のこの組み合わせは非常にチップスワードですね。きついっす。スターチェイクラジャンディー、お粗品剣がいい感じに重なってめくり、連続ヒットしてから表無敵キス、前ビート返していく。今回レバーガチャではなくてボタン連打なので、ここら辺もちょっとめんどくさいと思いますね。今回あー、ビヨってしまう。できるのか。ジャンディー KD、 あー、ビヨって息を置いた。キー先生、これがスレイヤー対チップだ。勝ったな、タカスレイヤー。おお、カモン。ちなみに、のじゃり台でタカさんは、ボコボコにされてたような気がするんですけど、やはり大会は分かりません。愚直に特化させた。サミットさんは、三決トーナメント来ております。よろしくお願いします。打速だな。もう弱点で、サミットさんそのまま信彦さんの回と C 番内で試合となります。よろしくお願いいたします。今回パイルの吹っ飛びモーションがね、スネーキャラ用意されてるっぽいんですよね。サミットさんと信彦さん手を挙げてください。あ、いますね。オーバー。スレイヤーチップはやっぱいいですね。チップスカイは良くないかもしれませんが、こういい具合にこう噛み合ったいい試合だったと思います。はい、行きましょう。2回戦の方入っていきます。エタローさんのアクセルと、違う、エタローさんのアクセルとブラックベリーさんのメナムやってないよね、まだ。 A 番台でお願いします。エタローさんとブラックベリーさん手を挙げてください。あ、それでいますね。じゃあじゃんけんをしてください。よし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 。ブラックベリーさんは山形とかそこらそっちの方のプレイヤーですね、多分ね。え、あ、そうなの、一緒なの。あ、そうなんだ。この今日はなんかこの大雨の中、まあ、ちょっと台風といっても問題ない、マゴメは何が強いという情報を聞きました。ただ帝の中では何も分かりません。帝は頑丈なんだよね。と、B バンドいける。 B バンド投げファースト対平岡がい。 B バンドお願いします。じゃあ行きましょう。ブラックベリーレモンの対戦はエタローアクセルです。ちなみにこの試合勝ちますと連戦となります。よろしくお願いします。さあ、レモンとヤクセル、さあ、稼働式は対策がやばい、連戦やばいっていうことで、アクセルめちゃめちゃ強いんじゃないかというね、お話があったらしいんですけども、最近では、なんか落ちてるんじゃないのみたいな、誰が言ってるか分かりませんがそんな、そう、ショートさんの罠らしい。いやけどアクセル使いの人みんなそういう風に言ってるんですよ。あ、アクセル使いしか言ってないかもしれない、わからない。ツイッターの情報はね、なかなか難しい。匿名掲示板と違いますから。どこ、あ、そしたら上に書いてあげればいい。信用してあげればいい。さあ、アクセルボンバー。まあ、けどやっぱちょっと難しいのかなとは思います。対してベノムは難しいですよね。ほんとこのキャラに関してはちょっと全然自分知識やりました。あっ、弾打って、そっか、ガードモーション取ってなければギャグできるのか。はい、あと、ラショお互い体力どうぞ。2敗すらこの遠距離戦どちらが制すか。
あーと弾が出て当たっているのはアクセル一本選手ブラックベリーベノム。今回本当アサシン組のモデリングというかこうかっこいいですよね。エースです。弾を残しつつ3つ目ジャンプに今回上に弾いて上に跳ねさせることができるのです。すごいですね。声がそう出しにですね。ジャンプ100グラフ中ダッシュ前みたいな金融から刺したいから打ってきて、さあ C 番内分かっているのは33ダッシュ打ち上げてジャンプ超難しいらしい。2回目さあ C ですから画面端弁当を飛んで回避して画面端さあガン出せるジャンクルめくりめくりっていうか今回のスマホみたいに奥に行くんですよね。背面からのめくりっていうのはなかなかない気がします。画面端勝ったのは、ブラックベリーベノム。じゃあねそのまま連戦いきましょう。 A 番内の方では、ブラックベリーさんのベノムと大阪 B さんのファースト A 番内でお願いいたします。そしてサミットさんのチップと今負けてしまったエタローさんのアクセル C 番内で試合の方お願いいたします。あエタローさんとサミットさんお願いします。じゃあちょっと実況頼んでいいかい。ゲームオーバー。 Guilty Gear。 Who dares to enter the main。 さあ営業第いきましょう。これで、負けましても今度配布追記、敗者復活戦の方に行きますのでよろしくお願いいたします。 Heaven or Hell Duel 1 Let's rockワンピー側大阪ビファースト、ツーピー側ブラックベリーベノム。さて装填からゴーイングマイウェイ降りた。ロマキャン使わないで降りた。飛んでってその場に着地、足払いの手姿で弾をよけてはいるが上から来たでござる。ローマキャンから KPKKP ハイサラ届かない。飛んで着地金 S ジャンプハイサラが届かないが残りドットのベノム 6P6 回ガード押さえつけていくストラグルガード。イエローローマンからブリッジ取っている遠距離 S。シングルさんなんで今日ごめんなさい、三曲じゃなくて、タイプ中島です。ごめんなさい、間違えました。なんで下はあるのよろしくね。三曲は別にやります。じゃあすいません、たびたび連戦になりますが、サミットさんと、コンソメさん、B 筐体でお願いします。キムバーストは当たらない。ファイルグリードは大阪ビファーストレッドヘイルをばらまく直画でしのいでブリッツ当たらず。さて爆弾ガードあ燃えてるよ。ブリッジ取っているとここは空港ミスジャンペース勝ったのは大阪ビーファースト。ごきげんよう。ブラックベリーさんまだありますのでそのまま待機でお願いいたします。
私実は眼科も行けます。